どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はトラストのエイムを向上させる照準の方法となります。以前は試し打ちの様子を動画でアップしましたが、ここでは照準の詳細な話をしていなかったので、その続編となります。エイム向上のためには照準の合わせ方は非常に大事です。そこで今回は照準の合わせ方でエイム力を上げるお話をまとめていきたいと思います。トラスト視点なのでちょっと狙い方に癖がありますが、その理由もしっかりと説明していきたいと思います。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。最初に覚えておきたいのは弓の使用についてです。そもそも弓のエイムは特殊になってます。他の武器との違いに関しては、攻撃を開始するまでレティクルがない、チャージをするとレティクルが上昇するという2つがあります。まず弓武器は画面中心にシューター系のようにレティクルが常に表示されません。これはチャージャーと一緒ですね。攻撃を開始して初めてレティクルが表示されます。そのため慣れないとどこを狙っているか分かりづらい一面があります。もう一つのチャージをするとレティクルが徐々に上昇していきます。チャージしながら上下の調整も必要になります。これは平坦な場所で対面していても調整をしないといけないため面倒な仕様になってます。チャージをしながら狙いを定める武器としては、少しのズレがエイムに影響するので慣れないうちは面倒な部分です。慣れてしまえば問題ないですが、些細な修正が必要な武器となりますので、この仕様の違いだけでも押さえておきたいところです。それでは癖のあるエイムをどのようにして向上させるのかということですが、まずは照準の合わせ方が重要になります。照準に関しては立体的に動かすほどエイムが難しくなります。上下の動きはブレやすいですからね。このように横から上という風にしたり、斜め上にしたりするときなんですが、コントローラーを動かすのはかなり大変かと思います。ですが、正面の場合、こういう風に水平に動かすような感じであれば、かなり相手に合わせるのが簡単になるかと思います。また、エイムを合わせるときですが、フルチャージになるタイミングまでに敵に照準を合わせるようにするといいです。チャージしてから合わせるようでは移動速度も落ちます。さらに照準の時間も長くなります。短時間で合わせれるのがベストなので、チャージを仕切るまでに敵に合わせるということをするといいかと思います。ちなみにですが、ドラッグショットは正直使わない方がいいかなと思います。まあ慣れたらいいんですけどね。まあ理由としてはチャージャーと違い1キルを取る難易度が違うからです。3発綺麗に当たらないと一角が取れないので、エイムのブレやすいドラッグショットは難易度がかなり高くなります。それよりかは最初に紹介したようにチャージしながら敵に照準を絞った方が狙いやすくなります。基本的な弓の照準の合わせ方はこれで以上となります。先ほどの話で照準の合わせ方はなんとなく理解してもらえたかと思いますが、照準のコツも紹介しておきたいと思います。水平に狙うという話をしましたが、そもそも上下に対してのエイムを抑える必要があります。この抑えるコツというのが高さを合わせるになります。基本的には高い場所を取った方がいいのですが、一番上は下のズレをなくす位置が重要となります。上下の敵に対しては角度が要求されますし、上下の動きが激しくなります。この上下に動かす操作が難易度を上げています。ですが試し打ち上のように高さを合わせるとエイム難易度は落ちます。これは操作がシンプルになるからです。ジャンプして打ったとしてもちょっとのズレなので修正ができるんですよね。上下が絡むエイムと左右のみのエイムで比べてみると難易度が変わると思います。もちろんポジション的に高いところから狙うことも大事ですが、それは上から見下ろして横の動きで合わせやすくなるからです。上に対してエイムを合わせるんではなくて横と下ということで、相手も捉えやすくなるし動きもシンプルになるんですよね。
このように操作をシンプルにすれば精度も自然と上がってきます。標準の際にはどれだけ動かしているのか一度確認してみると言ってることがわかるかなと思います。それではさらに細かい話をしていきたいと思います。弓のエイム精度を上げるには弓を構える前からしっかり相手を捉えておくことが大事です。何もしてない時から画面の中心に敵を捉えることが重要なんですよね。また弓の場合はチャージ前から敵の足元に注目しておくのがおすすめです。これは弓のチャージ中に起きるレティクル上昇を活用するためです。上昇分を計算していればだいたい胴体あたりに照準が合います。これにより上下の無駄なジャイロ操作も減ります。なるべく3発の弾を当てる必要があるので体の広い中心部分を狙えるように上昇を計算して照準を合わせるといいかと思います。またこの方法を取るとピックのみの操作になってジャイロで微調整というような操作になりますので比較的エイムが向上しやすくなります。ただし注意があります。これは局射を必要としない一角射程範囲での方法となります。射程でいうと約 4.6 ですね。まあ、最大射程だったら 5.4 ですが、まあ、4.6 以内だったらこの方法が有効となります。それ以外の場合だと局射によって高さが変わるんですよね。距離が伸びれば伸びるほど局射の影響を受けますので外れやすくなります。このあたりは感覚になりますがレティクルの反応を見て使い分けるのが一番いいかと思います。続いてはイカちゃんの頭を狙うになります。これは先ほどと違って局射を活用する最大射程においての照準方法となります。最大照準においてはスプラチャージャーよりも射程が伸びるためかなり有効な攻撃手段です。ですが射程を伸ばした分局射を利用しているのでレティクル頼みだと当てることが基本できません。そのためジャンプ打ちやちょっと遠くの敵を狙う場合は高度を稼ぐためにイカちゃんの頭を狙います。これにより距離を稼ぐことができますし当たれば顔より下に命中しやすくなります。また頭を狙うメリットとしては矢の発射方法を利用することが重要となります。矢の発射とレティクルの関係ですが真ん中の部分がレティクルの中心になります。これはジャンプ打ちでも同じです。ということは真ん中の矢がちょうど胴体に当たらないと3発しっかり当てることができないんですよね。上すぎても外れますし下すぎても外れます。とにかく中心を狙う直射で狙うとなった場合は頭ぐらいの高さがちょうど良くなることが多いです。局射をする際はその計算もかなり必要になってきます。その計算した高さがだいたいイカちゃんの頭くらいになるわけですね。ちなみにですが頭で当たらない場合はイカちゃんの頭一つ分上を狙うとちょっとだけ射程が伸びます。ただこの頭一つ分は射程感覚を身につけていないと難しいので気持ち伸ばしたい時に活用してみてください。はい、ということで今回ここまでとなります。トラストのエイム向上をさせる照準方法はいかがでしたでしょうか。照準の合わせ方がちょっと特殊な弓ですがその癖を理解して計算してしまえばある程度狙いやすくなります。ただどうしても3発当てないと一角が取れないという難易度が高めな武器なので練習を重ねていくことは覚えておいてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。